ネビ県と2001年から2005年の県境ネビ県は、ウガンダ北西部、西ナイル地方南部の県。1974年に、西ナイル県から、アルール族のオークスム南部のパディエレ軍、ジョナム軍、オコロ軍が、南西ナイル県として分割され、1979年に、県庁所在地名に合わせて、ネビ県に改名された。西に、オコロ郡、中部に、パディエレ郡。 東に、ジョナム軍が置かれている。北には、西ナイル県の解明された、アルア県、南東に、アルバートコを挟みブニョロのブリサ県、東に、白、ナイルを挟みやチョリ地方のアムル県、南と、西は、今後民主共和国のイトリ州と接する。2002年の国勢調査人口は43万3466人。住民の98%は、 ナイル系で91%はアルール族、ジョナム、ケブ、レンドゥ、ルグバラが他の主要民族である。1993年にはアルール族の連合主張国も作られ、主張の墓地も整備された。住民の85%は農業でアラビカ種のコーヒー、綿花、果物、サイザルアサが主な商品作物で雑穀、ゴマ、サツマイモ、キャッサバ、 バナナ、豆、トウモロコシなどが栽培される。ウガンダ鉄道は、トロロから、東部のパクワチまで敷かれているが、途中の路線が内線で破壊されている。来ると、アルアを結ぶ、幹線道路が、パクワチからネビで、北へ折り返しており、ネビから、南へ、今後民主共和国のブニア方面へも、全天候向きの整備された道路が通っている。ネビの南のゴリには、小型化走路があり、 チャーター機が飛来する。ポコロ軍のニャガク側には、ニャガクダムによる小規模水力発電所が建設されている。ネビには、カトリックのネビ教区の大聖堂があり、ネビの最初の司教ジョン・バプティスト・オダマは、グル教会管区の1999年以降の大司教となった。ゴリには、ウガンダ聖公会のネビ司教座が置かれており、 ネビの最初の主教ヘンリー・ルーク・オロンビは2004年以降のウガンダ大主教となった。ありがとうございます。